金明の里と同水管。上側にはかさ上げされた時の境界線が見える同水管を上流側から見る。左右の石垣は平成になってからの保全工事による物同水管内部側面の石垣。上流側から下流側を見る同水管の天井の石組み。左右から石材が送り出しで伸びており、天井の石材を支えている金明の里頭は、 広島県福山市新市町常の金明地区にある石積みの橋梁建築水構造物。足田川の支流である金名川の水量調節の目的に江戸時代中期に作られた金明の豪庫と書かれることもある。砂止め、ダム、橋梁としても分類される高さ7.8メートル、長さ8.7メートルの石積みのダム構造で、 中央下部には幅1.8メートル、高さ1.4メートル、長さ5.8メートルの導水部分が設けられている。上部は通路となっている。設置後に全体の高さが一度かさ上げされている。石積みの技法として打ち込みはぎ、谷積み技法が採用され、中央下部に設けられた導水部分には付近に存在する古墳群の石室にも見られる持ち送り技法が導入され、 江戸時代としては先進的なダム構造であった。全体の形状は川の上流に向かって突型のアーチを描き、世界最初アーチ式ダムとも言われる。近銘の里頭がある谷は風化しやすい花崗岩で形成されているため、前後の川の底には栗石を敷き詰めた上に直径30から60センチメートルの平らな自然石を敷いて川底とし谷が 金長の水流によって侵食されないように工夫されている。構造体全体での流水部分の高低差は7.03メートルあり、自然石の乱張りは、動水部分の出口より下流方向に11.6メートルの長さにわたって施行されている。上流側の川底から里頭の上までは2メートル足らずであるが、下流側は川底まで9メートルの落差がある。金長は、 河川延長3キロメートルであり、上谷川へ流れ込み、さらに足田川となって瀬戸内海に至る。地元には、豪島という呼び名が伝わっていたが、後に村の入り口という意味の里島という漢字が当てられた。金名の豪古とも書かれる。豪都とは川の遊水地やおどみに使用される地名で、豪古や豪渡るなどの漢字が使われ、 国内と新市町との境界にも同じ地名が存在する。常には豪富士という地名の場所もあり、豪都が誤って豪島と伝えられたと考えられている。金名の里島が作られたのは200年以上前だと考えられている。1840年、天保11年の豪雨では上流にある切れ池の堤防が決壊して大水が押し寄せたが、 金明の里等がそれを食い止めたという伝承が言い伝えられていた。上部の通路は、府中市元山地区と、常金丸地区を結ぶ重要な交通路として1900年代半ばまで利用されていた。常金丸側には街道を行き交う、人々の休憩所として、江戸時代に建てられた辻堂が、現在も数箇所残されている。1906年、 常金丸地区と元山地区をつなぐ県道が作られ、主要交通路としての役割が失われたが、昭和30年頃までは、地元の住民の生活道路として、金名の里等は使用されていた。金名の里等は一度も決壊したことがなく、設置後長年経過したため、近隣住民は単なる石垣としか認識しておらず、地水上の意義や、 文化的な価値について知見は失われてしまった。1990年代に、金長和の護岸の後輩が進行したために、広島県によって上流から護岸工事が開始された。一連の工事によって、金明の里等も撤去され、公正の橋梁がかけられる予定であった。しかし、 直前の現地調査によってその文化財としての価値に気がついた広島大学大学院教授らが1998年に地元説明会を開催するなどの保存運動を展開したことで地元の理解が深まり地元の意向が撤去から保存に傾いた2001年広島県は計画を変更別の場所に橋を新設して金名の里等を保全することになった 構生の橋梁は、金明の里塔を避けて、数メートル上流に設置され、金明の里塔のすぐ西側には、箱型のコンクリート製迂回水路が埋設された。金明の里塔の上には転落防止の手すりも備え付けられた。2012年度の福山市協同のまちづくり基金を活用した整備事業として、環境整備が開始され、地元自治会によって休憩所やトイレ、 案内板が設置された。剣道金丸府中線沿いなど6箇所に案内看板も設置され、金明の里等の東西には駐車スペースが確保された。2012年11月25日、福山市教育委員会文化科職員による完成記念の講演会と現地説明会が金明老人集会所で開催された。2016年には、 福山市政志向100周年記念事業の次の100年に伝えたい、残したい、福山の誇りに応募して総合73位で選定されている。すぐ近くには、天地古墳や天地遺跡、金明城山と権原古墳群がある。砂防指定地、土石流危険経流に指定されている出展によって、計測地には若干の差異はある2013年を基準として200年以上。 前という意味福山藩主、水野公によって、領内各地に設けられた小さな四つ道。金丸の辻道1、金丸の辻道2、金丸の辻道3など現在の広島県道399号線、三浦直行、金長尾の石像遺産、広島大学文学部文化財学教授1999年7月3日。ありがとうございます。